南阿蘇鉄道 DB16 系ディーゼル機関車は2007年に DB10 系の代替用として2両が製造された南阿蘇鉄道のトロッコ列車県引用ディーゼル機関車である DB10 系平成築法鉄道に上渡後の姿1986年4月に日本国有鉄道高森線を第三セクター鉄道に転換して開業した南阿蘇鉄道では 将来にわたって乗客が減少することが見込まれ、厳しい経営が予想されていたことから、早期に沿線街の乗客を誘致する施策を取り、トロッコ客車2両を機関車2両で挟む、編成の観光列車を開業直後から運転してきた。運転開始後30年近くを経過し、経年による機関車の性能低下が問題となったため、北陸重機工業で、 DB16 系2両を新造、DB10 型を置き換えた。DB16 型は、DB10 系の外観のイメージを残しつつ、エンジン出力を2 4 2 7ットに強化している。導入にあたり、日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号である。2007年3月からトラ700系2両を挟む、編成で運転を開始し、同年5月には、 トラ200系一両が編成に追加されている。DB10 系のイメージを残すことを前提に外観が設計されている。車体は茶系に塗装された。エンジンは、日産ディーゼル工業製、PF6TA14 ディーゼルエンジン。変速機は3要素1段2小型、製点2段、逆転2段液体式である。客車2両を挟んで、総括制御が可能である。 制度装置として自動空気ブレーキを備える。開業当初から将来にわたる沿線旅客の減少が懸念された南阿蘇鉄道では、トロッコ列車の導入によって沿線外の旅客を誘致することが計画され、国鉄の無害貨車2両を貨車移動機を改造した DB10 系機関車2両で挟んで運転するトロッコ列車。 ユースゲ号が1986年7月26日から運転されていたが、経年による機関車性能の低下により、2006年の運転を最後に DB10 型が廃車され、翌年以降の運転は新造された DB16 型が担い、客車も改装された。3月から11月末の土日祝日を中心に運転され、夏休み、春休み、ゴールデンウィーク期間は、 平日も運転される。2016年4月16日に発生した熊本地震により、南阿蘇鉄道も被害を受け全線が運休したが、同年7月31日から中松駅高森駅間で運行を再開、トロッコ列車も同区間で運転を再開した。ありがとうございます。